どうも、おはようございます。8月になりました。8月1日朝6時の相場解説です。エアコンまだつけてないんですけども、もう暑いですね。セミがかなり鳴いていて、私もね、額に汗をしながら、この相場解説させていただきます。で、額に汗する理由の一つとしては、暑いってのもありますけども、このテクニカルが今ね、作動してないっていうところもあるんですよ。でも、現状認識はしっかりとしていかなくてはなりません。まずはそこから始めていきます。今、突き足を見てもらってますけども、 オリシもですね、私がずっと頼りにしていた3つの赤い線があります。これがずっと私をね、ものすごく利益に導いてくれたんですけども133円の110、134円の544、そして135円の556この3つのプライスポイントがずっとね、えー、利益をもたらしてくれていたんですがこの3つの中に今、値段がね、また戻ってきちゃったわけですよね。で、垂直に近い形で 上昇トレンドを作っていったわけなんですけどもこれが垂直に近い形で上引きを出しながら戻ってきてますもうすでにこれは右肩上がりとは言えない状況ですねでそこをしっかりと見ていかなくてはいけないのとあとね、まあ、こちら1本線を引いて126円の610ですねえ確かね半年ほど前に介入がない限りは125円に行くぞと125円を超えたら130円行くぞと 130円を超えたら135円いくぞと135円を超えたんで140円が8月中にみたいな感じでぐいぐいと進んできたと思います、えー、逆に言うとですね価格ってのはすごい角度で急上昇していきましたんで逆対回転が起きるとやっぱり同じような速度で戻っていくことも考えられるってことなんですよね現状認識はこんなとこですもう右肩上がりばっかりではないってことなんですよよろしいですかねじゃあ週足の方を見ていきますよ 今週、先週と大幅な下落です。まあ、今週はまだ確定してないにしても、もう、青い陰線が見て取れますよね。そして、前回みたいな下髭が派手に出てるってこともありません。つまりは、こことは状況が違いますんで、もしかしたら、今週も、売りでサンバガラスを作っちゃうかもしれません。そうなるとですね、ここを突き破って、126円以下に落ちることもあり得ます。 で基本的にこういうのって左右対称に近い形になりがちなんで例えばこういうふうに、ね、なってヘッドアウトショルダーを作ってまさに、ね、ネックラインを越えて下に行くみたいなことが起きるかもしれませんよ。115円、ね、どううしますこうなったらつまりは、まあ、これはねちょっとあまりにもできすぎた予測になっちゃいますけどもこの3本線を下回っていくとそれもありえるわけですよ。で今まさに下回ろうとしてギリギリで ちょっとのヒゲで今内側に戻ってきてますけどね。でもこれは今週下落に入るようでしたらしばらくは下落の強い勢いに私たちは翻弄されてセルで利益を取っていくっていう考え方にしていかなくてはいけないのかなと思います。それが前回の私の難品。レジサボ転換セルで取るみたいなね状態になったわけですよね。その呼び水です。さあ、今度は冷やしですか。ね、冷やしもすごい勢いで 売りに向かってるでしょ今までの倍で取れば何でも OK じゃないんですよそしてこの3本線を今割ろうとしてるとこですかなり慎重に見なくてはいけませんよ今週これをもう一回下回るとここを下回ってここを下回ってここまで下回る可能性があるまさにそれが126円割るかもしれないっていうポイントになってるでしょ 何回もこの126円では出てきますよね。だからこれは今はあの、月足、週足、日足と見てますから、ちょっと長期の目線で見てることになります。でも、今からどうですか ?126 円に向かうってこと。これも覚悟しておかなければなりません。現状認識はこんな感じです。それでは4時間と1時間で、今週どういうふうに構えていけばいいのかってことを見ていきましょう。まだテクニカルが生きてないので、なんとも言えないんですけども、とりあえずは、 右肩上がり上昇の流れがもう終わったってことはもう分かったと思います少なくともこれからはセルとバイが入り乱れる時になりますその割合がセルの方が大きいっていうのがこの1週間2週間で大きく見えてきたんじゃないかなと思いますよねじゃあ4時間はどう見るべきなのか4時間はもう何回も出てきますけども再度もう一回使いますこの3本の線特に上と下の2本の線ですもう上の線はもう今更気にするまでもないんですけども下の線を割るかどうかってことを今週見ていきましょう特に今日です 133円の110これがどういうふうに値、えー、動き絡んでいくのかこれが非常に大事になってきますからねじゃあその上で1時間を見て今日はあ現状認識終わっていこうかと思いますすごいですねこういうふうな流れからドーンと落ちてこれね先週末も話しましたけども落ちるときは大きくってで上がるときはほんとちょびっとずつこれがだから下落トレンドじゃないですかまさにね で、今回ちょっと違う動きが出てきますんでこの動きが週を上げて月が変わってどういうふうに動いていくのか、まあ、繰り返しお話しますけども月末と月始めっていうのは考えられない資金が入ってきますまあ、というのが月間単位でエントリーする人って1日に資金入れることが多いんですよねプラス週間取引してる人は週単位でお金を入れることが多いですどちらとも大きな金額になりますというのがね 中期でああればあるほど、長期であればあるほど扱う金額がでかくなるんでで、すよで。投入する時間軸が4時間1時間30分小さくなればなるほど少ない資金数万円とか数千とかになってくるでしょで、その原理はもう何度もお話ししてるんで染み付いてると思いますけどもでかい資金が今度ねドル売りに入るのか円売りに入るのかドル買いに入るのか円買いに入るのかこの4つのうちのどれかで起きるわけなんですよ。 もしくは、月足の人と週足の人が対立するかもしれませんよね。その辺を見極めるのが、今日もしくは今週の役割になってきます。はい、以上でございます。